はい、皆さんこんにちは、本日も岐阜県高山市にございます保護猫シェルターニャンリビングさんにお邪魔しております。ニャンリビングさんにはですね、最近可愛い子猫がたくさん、仲間に加わったという話を伺いしましたので、ちょっとその様子を見に来させていただきました。本日ご紹介する今月の推し猫はこちらにおります、ポッキーくん生後4ヶ月になります。とっても人懐っこい子猫で、本当に私今日初めてだったんですけれども、全然人おじすることなくですね、懐いてくれました。今月の推し猫としてちょっとポッキーちゃんのご紹介をいただいてもよろしいですか？はい、ポッキーくんね、入ってきたばっかりなんですけどね、元気いっぱいの男の子ですよ、はい、性格は元気っていうことですけど、元気めっちゃですね、おやつ食べるのも好きだし、やっぱ子猫なんで、ね、はい、遊ぶのもすごいですよね。でもこうやって眠たくなるとね、先輩猫ちゃんとかで人を連れてるのね、先輩猫ちゃんたちはもう子猫っていうことで全然あまりそういう敵対行動みたいなのないわけですか？なんかね、でも猫によりますね。もう子猫にも容赦ない大人猫もいれば、はい、なんか無関心な子もいれば、逆に関心持って積極的にお世話する子もいたりだとか。そうですか。猫社会も本当いろいろあるなって思いながら。まあ、でも大人になってくる猫に比べたらやっぱり受け入れはまだされやすいというか、うん、そうですね、やっぱ子猫ちゃん動き見てるだけで可愛いので、はい、まあね、それ見て飼いたいって言われる方やっぱり多いですね。でやっぱね、その飼いたいと思っててもやっぱ猫ちゃん長いと20年生きるので、本当に20年間責任を持って飼える環境なのかなみたいなのはやっぱり譲渡する時にはちょっとお聞かせいただいて、ご自身飼い主さんが飼えなくなった後のことも、で万が一ね、今何が起こるか分からない世の中ではあるので、そうなった時にじゃあこの子たちがまたね不幸な目に遭わないように、ね、私はほらマイケルの尻尾かわいいですよね。マイケルかわいいですね。尻尾が目の前に来たら、ちょっかい出したくなります。ポッキー君全然人見知りしない感じですか？そうですね、最初の1日だけちょっと場所見知りはしてたんですけど、その後すぐ慣れて、なんでどのご家庭に行っても馴染みやすい子かなって思います。なるほどですね。去勢も終わってるしね、ポッキーね。そうですか。もう今4ヶ月、5ヶ月目？そうですね。今5月生まれなので4ヶ月。そうですか。まだまだ子猫ちゃんですね。そうですね。だいたい1年でね、大きさ決まってくるので、あと7ヶ月でどこまで大きくなるかな。なるほどね。男の子だもんね。もうトイレとかも普通にあれですか？そうですね。ポッキーはちゃんと上手におトイレでできます。ご飯もね、いっぱい食べるしね、ほんといっぱい食べるね。あ、そうですか。育ち盛りの男の子です。では健康的な子なんですね。人見知りもそうですね、せずにご飯をいっぱい食べてくれて、ただやっぱ子猫なんでね、絶対健康ですよっていう、まあどこ猫も言えるんですけど、そうするとやっぱ子猫だから発症しやすい病気とかね、隠れてるやつとかあったりするので、その血液検査、猫エイズとか猫白血病っていうものの血液検査では異常は見つかってないっていう。なるほどですね。そうなんで、でもやっぱ1歳過ぎないとちゃんとした数値が出ないよっても言われてるので、そこはね、もう一回測らなきゃいけないねっていう。なるほどね。まあ、でもやっぱり1歳過ぎるまでにやっぱり飼い始めると、それだけ懐きやすいというか、それもありますかね。そうですね、性格もね、だいぶ他の猫と過ごしているので、やっぱ猫1匹で飼い始める、それこそ赤
ちゃんの時、すごいちっちゃい時に育って、うんうんうん、あの拾っちゃってミルクから育てましたよっていう方も結構多いんですけど、野良猫ちゃんやっぱ1匹で育てるとね、噛む力とか爪を出すこの強さとかっていうのが分からなくって、結構噛みつく子が多いんです。なるほどね。そう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 。なのでその今もねこれだけ社会性もついてきたので、1匹の譲渡でも大丈夫だと思うんですけど。なるほどね。そうですね、猫ちゃんによって子猫でもやっぱ懐く子と懐かない子がいるので、子猫だから絶対懐くだろうって言われると今もね、リビングでもマカロンちゃんは遊ぶけど、また触るにはちょっとなかなか難しかったりもするので。なるほどね。そうなんです。保護された時期にそのとか、あの人と関わりだした時期とか、あとは育ててたお母さん猫が、まあ、どういう教育をしていたか。めちゃくしゃみした。大丈夫、くしゃみしたの、ちょっと風邪気味なのかな。ね、くしゃみしたの。そうですか。そうですね、それによっても全然違ってくるので、でも物おじしないというか、あれですね、この子は結構強いですね。そうですね、結構大きく堂々としてますね。ポッキーくんが一番仲のいい大人猫って言ったらどの子になるんですか。どの子なんだ。でも今マイケルとも寝てたらけど、まあ、基本的にどの子とでも仲良くしてくれますね、ポッキー。あ、そうなんですね。肘がいっぱい集まったね。みんな尻尾が好きですね。肘と肘、チャタだった。いっぱい集まった。これわざと尻尾あれなんかな。マイケル遊んであげてるの？こんな優しいな。マイケルはあんまり怒らないですか、こういう感じで。マイケル今のところ怒ってないですけど。あ、でも さっきなんかでもなんか怒ってましたよね。そう、いろんな子に喧嘩してましたけど、ね。というか、はい、ちょっと大人になりかけてるよぐらいな、2歳の男の子なので。なるほど、ね、ちょっと俺の力強くなったんだぜって思わせたいのか。ゴン大丈夫。なるほどね。いやでもポッキーくんのこの寝顔がやっぱりもう最高に可愛いですよね。はい、午後4時を過ぎまして、猫たちも起きてきまして、少しあのおやつをあげてみたいと思います。ありがとうございます。お預かりします。はい、ではここに置いてもらって、お皿ポンって押してもらってもいいですか。これ押すんですか。はい、押してください。なるほど、なるほど。もう一回かな。あ、そうか、この音にみんな反応してくるので。そうなんですね。はい、なるほど、なるほど。わかるんです。で、そうなんですか。おやつのタイプがチュールとカリカリと、見えないよみんな、あるんですけど、どれが人気がありそうな感じですか。どっちかな、粒状だとあの手のひらに乗せてあげるって感じで、チュールだとこの袋ガブガブしちゃうのでスプーンであげた方がいい感じです。そうですか。じゃあちょっとでも、多分スプーンであげるやつの方が結構好きかな、みんな。そうですね。じゃあ、よいしょ。はい、はい、また好きなのをまたここから選んでもらって。じゃあ、これでお願いします。ありがとうございます。みんなそわそわしてるね。ありがとうございました。お、ごめんごめんごめん。じゃあ、スプーンの方使えないです。はい、ありがとうございます。ふい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 。おいしいか、おいしいかい、おいしいかい、おいしいかい、おいしい。おお。
よしよしよし。なんかあんたもね、かわいそうだね。はい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 。はい、どうぞ。はい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 。はい、話してくれんの。話さない。もう、私は話さない。はいはいはい。よいしょ、おー、話さない。話さない。ポッキー組んでなんだよね。はい、はい、はい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 、そうできたら、はい、本日は、推し猫ポッキー君いかがだったでしょうか。私は本当可愛すぎてそのまま持って帰りたいぐらいだったんですけれども、ぜひ里親になりたいという方はニャンリビングさんまでお問い合わせください。